Yeah. My mom was pretty terrible. My mom really did not want me to play video games. And then as soon as I got... I didn't ask about her damn mom. Now listen. This shit about to start.はい、皆さんこんにちは、大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正宏です。今回は久しぶりにスタジオからお届けすることになりました。まあ私の部屋からの放送もそろそろ飽きてきた頃だと思いますね。実は今までのスタジオとちょっと違うところ、より広いところを借りてやっています。皆さんソーシャルディスタンスを取ってですね、感染予防対策に気を配りながら進行しております。では早速参りたいと思います。まず最初に新しく追加されるミーファイターコスチュームのご紹介です。こちらをどうぞ。 Yeah, y'all about to feel my pain. Y'all about to feel my pain. Y'all about to feel my pain. Gino. Ooh. Tifa. It makes plenty of sense. It's our Tifa, nigga. Tifa, nigga, first. That weapon looks sick on him, though. Mink. Oh, Mink. Why is the stream lagging? He's lagging in Discord? No, he's watching a separate show. Oh, okay. I'm watching on Twitch. Oh, yeah. Guys, she has to slide. She has a Mii Fighter costume. She might be in the win animation. Hold on. Hard Twitch, man. Chocobo, yep. The Chocobo hat. Oh my god. I hate Twitch. I fucking hate Twitch. Hey, just come watch it. Oh, watch it in the Discord. No! It's over! Again, it's over! It's over, bro! He's done! Yeah, wait till that Kingdom Hearts one pops up. Oh my. Gino niggas in sham. It's over once again. Not Gino. Wouldn't it be better if they just didn't acknowledge him at all than doing this? At least give you some kind of hope. They didn't acknowledge him at all. I would massively rather they. というわけで、フェイント気味のご紹介になりましたけど、ファイナルファンタジー7、FF7 と呼ばせていただきますが、FF7 ゆかりのコスチュームが増えました。エアリス、ティファ、バレットが入っていますが、これらに専用のヘアセット、つまり髪型はないんですね。これはミーファイターの方で適当に調整をして入れていただければと思います。では本題のセフィロスのご紹介に行きたいと思います。まず最初にセフィロスとはクッパ大王などについてゲームでは特に有名な悪役の一人ではないかなと思います。 FF7 に登場した伝説のとある細胞、何細胞とは言いませんが、そのために人知を超えた強さを誇ります。最終的には究極の破壊魔法メテを用いて星の力を我が物にしようとします。特徴は長い剣の正宗。最新作 FF7 リメイクはスタイリッシュな映像が山ほど楽しめる作品で、私も続きが楽しみです。参戦ムービーも FFAC ファイナルファンタジーアドベントチルドレンに寄せてみました。いやー、何しろマインクラフトの後に FFAC ですからね。このダイナミックレンジの広さはやっぱり退屈しない仕事だなと思います。面白いですね。では、ここから私が操作を直接行いながらご紹介したいと思います。例によってゲーム内のカメラは特殊なもので、また開発中のものであることもご了承ください。では参りたいと思います。セフィロスはスーパー、スーパーブロッケン。はい、これがスマブラにおけるセフィロスです。最大の特徴はやっぱり剣が長い。剣が長いのでリーチがとにかく広いです。そして比較的長身です。長身ということは相手の攻撃が当たりやすい。そしてその長身の割には軽いんですね。カラーバリエーションには
上半身裸版を 7P8P に用意しました。まあ全体的にテフィロスだから暗いイメージというのは保ったまんまにしますが、 7P8P は最終決戦仕様が楽しめると思ってください。来るがいい目障りだ。声は日本語のみの実装になります。ご了承ください。Oh, that's so fire. そして、最大の特徴がセフィロスがピンチになるとこのように片翼が生えます。Okay. 片翼が生えるといろいろな効果があります。まず、スピードや攻撃力が少し増しました。 He's fast as shit, bro! これで、ウルトジャンプでもう一回できるように。 He has three jumps! He has three jumps! Okay, it's over, bro! What the fuck? そして何より、スマッシュ攻撃にスーパーマーが What? Why? ダメージを防げるというわけではないので、Why?Why does he have a... 例えばワンミスするとなくなります。Why does he have that much range in a super armor smash attack? Why? 相手を撃墜すると。Wait, how do you get the ring again? When you take a lot of damage. 単純に蓄積ダメージではなく、試合全体を俯瞰して判断されます。例えばストック数が優勢の時には、You don't get the ring if you have a big ass lead. 100% を超えても。まだ片翼が出ませんね。やっと出ました。Bro, they're literally okay. That's kind of an issue, though. Hey, you're literally here's this wing that gives you super armor in your smash attack. それでは通常技の説明。That's stupid as fuck. That's stupid. 紹介したいと思います。I don't like that. スイートスポットについてお話をします。Oh, there's tippers too. 例外もありますけれども、斬撃の場合、刀身の中央少し前寄りが強いですね。Yeah. So it's not always good to be max range on somebody. 斬撃をするとこのようになります。Oh, that's crazy. Morian's dead. 先端になると9になる。That's actually kind of crazy. 斬撃は中央が一番強いのですが、突きみたいなものは先端が強いことが多い。Oh, that makes sense. ご覧の通り。Yo, that's dope. Murder. まず攻撃。他のファイターと比べれば出るのは遅めですが、セフィロスの技の中では特に攻撃が強いので、相手に近寄られた時の技が強い。次に雑誌攻撃、前の方に踏み越えながら攻撃する技で、結構なリーチもあります。また、ミスも十分にありますので、結構使える技です。次に横強攻撃。見ての通りリーチがかなり長い。そして上下に打ち分けすることができます。ダメージした相手には普通に打っても当たりませんから、そういう場合斜め下を狙っておくんですね。次に上強攻撃。当てにくいですがリーチが長く判定も持続するという特徴があります。目の前にくっついた相手を打ち上げることもできます。また、例によって突き攻撃ですから先端が一番強いのがいい。次に下強攻撃。どうするのか姿勢に。姿勢が低いので相手の攻撃を、くぐり抜けて攻撃することもできるかもしれないです。ただし相殺されなければの話ですが。次に横スマッシュ攻撃。威力のある全力スイングです。That shit's crazy. リーチも威力も吹っ飛ばしも十分にあります。He died at 40. だけど隙はかなり多い。And that gets super armor with the wing. かなり遠くでシールドされた場合も反撃確定になってしまうので、ご注意ください。Oh my god. 次に、If you die at 40 with Smash Attack, it doesn't matter what your DI is. That's a move. This? 地上の前後の相手にも見えます。まあ、そういう勢いですが、隙はやっぱり大きいのでご注意ください。下スマッシュ攻撃。これは瓦礫で結構広範囲を攻撃することができる。地面に当てないと瓦礫は出ませんが、復帰阻止をすることは可能です。Bro, negative, bro, you're getting, yeah, negative two frames on. Hello. 次に通常空中攻撃。
この手の技としては範囲が全体的に広いですね。隙が大きいセキュリティの技としては早く出る方だと思います。なので牽制に向いてますね。Yo, he looks pretty good, bro. 次に前空中攻撃。かなり長いリーチを誇る主力技です。He looks pretty good, bro. リーチの長さを生かしてこのように復帰阻止にも使えます。Oh my, it's so active. That's the thing. だけど当たりがすごく細いので、it's really, really active. 超ジャンプ攻撃なんかが当たらないんですね。Doesn't look that active. なのでそういう場合、横強攻撃なんかと併用すると相手はとても困ることになると思います。そしてもう一つ特徴がありまして、なんと前側の壁に突き刺しながら攻撃ができたりするんですね。Why are they doing this? これをいかに使うかというと、テントに使うなど考えられますね。そして後ろ空中攻撃、前空中攻撃よりは範囲が広い攻撃ですね。威力も高いです。なので前空中の代わりに振り向いて後ろ空中を使うとかはあります。前空中攻撃も後ろ空中攻撃も地上ギリギリで出して当てることが大事なんですね。そうじゃないと地上の敵に当たらないので、超ジャンプで当たらない相手も地上ギリギリなら当てることができますので。ただ前空中攻撃の方が後ろ空中攻撃よりも早く出るから、それを勘案しないといけないですね。具体的には前空中攻撃が攻撃発生13フレーム、空中攻撃は15フレームになるんです。15フレームになるんです。15フレームになるんです。そんなことに絶対ない。13on the floor or 15 on the back. このゲーム、愉快なパーティーゲームを考えて想定して作っているものなので、そんな細かいことを言うのは、まあ、大会に出る人ぐらいでいいんじゃないかなと。というわけで、前空中攻撃、当てると楽しむものの後ろ空中攻撃も当てると楽しむ、そんな感じになるので、次、上空中攻撃、広範囲の投げ払いです。先ほどの上スマッシュ攻撃は今実際代わりに使うことだってできます。前方の攻撃範囲などはあんまり広くありませんが、いろんな迎撃に使えるので試してみると良いかと思います。次に下空中攻撃、これは獄門と言われている急降下攻撃です。例によって床上からの攻撃にも使えます。攻撃範囲はかなり広く、しゃがんでいても。またその刀身の長さからものすごく床を突き抜けますので、崖外からの復帰措置も可能です。一応メテオもありますが、ちょっと崖外では使い物にならないですね。自分も自滅しちゃいますから。もしもメテオを使いたいなら足場は最低限キープして使った方がいいですね。次に掴みや投げですが、剣を持ってるファイターというのは投げの威力は全体的に弱めです。Generally? これ前投げ。Is he about to say butt? Is there a butt coming? 後ろ投げ。テレポート。That back throw is fire, bro. Oh, okay. That is. Yeah, we're gonna look at you.上投げ、すぐにコンボにつなげます。そして下投げと、まあ、投げの威力は低いといえど、何らかのコンビネーションに使ったりとか、シールドを崩しにかかったりとか、そういうのに使えると思いますので、いろいろ検討してみてください。それでは、必殺技のご紹介です。通常必殺技は溜める段階によって3つの飛び道具を使いこなします。ほぼ溜めずに打つとフレア、距離が比較的長めで最後に爆発を行います。ちょっとだけ溜めるとメガフレア、それよりは距離が短いですが威力が抜群の攻撃を行います。そして最後まで溜めるとメガフレア、大爆発を起こして相手を撃つようになります。フレアでさえ発射にはかなりの時間がかかりますが、威力は絶大です。シールドボタンにより途中で壁を止めることはできますが、壁の飛びは出ます。静止上、ミラフレアは空中では使えないことになると思います。壁時間が長すぎるんですね。ミラフレアにはこんな使い方もあります。 It doesn't look like you can hold the chargeBro, he comboed it! Oh my god! He comboed his S-Mash! またこういう使い方もあります。Well, you can... Yeah, it's good that you can't store it. Yeah, of course, it's very good that you can't store it. 目の前が炸裂するなんて使い道があるのか、なんていうことも考えられますが、実はちょっとあるんですね。それは後で説明します。Hold on, I better put us on game. Oh, he said he's gonna explain it later. 一応吸収もできるんですが、
大した回復量にならないです。なぜなら爆発した時が強いから。反射もできます。反射はギガフレアは絶対に反射されないことを示します。蓄積ダメージゼロ、即死ということになりかねないですから、ね。3つも飛び道具があるのは相当な強みだと思いますので、うまく使いこなしてもらえればなと思います。That shit's crazy, bro. 次に横必殺技、シャドウフレアです。なんか地味な飛び道具ですね。とにかく細い球を打つだけなんですね。はめることはできるけれども、見た目そんな大きな変化があったようには見えないですね。でも、この球、全く異なる概念を持つ飛び道具です。この細い球を相手に当てると、周囲を回転する球になるんですね。そしてしばらくすると誘導して爆発を起こします。 That's fucking dope! Oh, that's amazing! That's actually incredible! You can make them shield! I really like that! They're gonna have to shield or jump away or something. 5? 最大5つまで。 Oh my god! シールドをすることは可能です。シールドをされることを起こして、掴むことも可能です。 Yeah, I figured. Okay. なお、発射時に向きを変えることもできます。こういう使い方もできるかもしれない。He seems really good. I like him. このシャドウフレアは大乱闘の場合、誰かが巻かれる第三者に対してなすりつけができるんですね。まあどっちに転んでもセフィロスが有利ですから、使うとしたことはないと思います。なお、吸収することは可能です。反射することも可能です。まあ実用的に攻撃に使うのはちょっと難しいかもしれませんが、ちなみに拾うことも可能です。拾うとどうなるか、こうなるんです。一回りについてるものを拾っちゃうこともできちゃう。親切ですね。上必殺技一戦です。これ、すぐに出せる直線攻撃系の技で、ファイアフォックスなどに似ていて、好きな方向に打つことができるというです、ね、相手に対して距離を取るためにも使えますし、こうフェイントをかけるのにも使えます。ところで今までが一戦だったのですが、ボタンを押し続けると8頭一戦で8回切りつける技があります。こういう突進系の技には珍しく十分な撃墜性能があり、地上で出せる崖際では止まってくれます。だけどちょっと置くともうどうにもならないので要注意です。飛距離には少しだけ差があります。これ一戦、これ8頭一戦、ハット一戦の方がちょっとだけ長いですから、どうしても復帰したいという時にはハット一戦を使うのがいいですね。もちろん本来は復帰に使うためのものです。一戦はすぐに崖に捕まることができますが、ハット一戦は少しだけ上の方に飛び出してしまいます。それを使って攻撃をするという手もありますが、この違いにはご注意ください。次に下必殺技、閃光といいます。ハニカムシールドから閃光を一連で放つ技で、カウンターのように使えます。カウンターと異なり、当たっても、当たらなくても閃光になるのが、受けた攻撃の強さによって閃光がパワーアップします。見てくれの通り、後ろからの攻撃には無効です。なお残念なことに、飛び道具は反射できません。防ぐことはできないんですけどね。さらにカウンター系としては珍しく、強い攻撃に破られてしまうんですね。最大チャージショットなんかもまあ厳しい攻撃です。さらにダメージは防げます。復帰阻止に使うこともできます。特に攻撃力のある上必殺技を持っているような人は気をつけた方がいいです。最後の切り札はスーパーノバ。セーファセヒロスがメテオで超新星を起こし星ごと破裂させるというダイナミックな技です。ここそれぞれの人たちが違うリアクションを取ってるというのにお気づきになりましたでしょうか。お気づきにならないと思うので寸前で止めてみようと思いますが、右から一人は吹っ飛び、一人は気づき、そして一人は、シールドブレイクを起こしているように見えますよね。
原作でもそうだったのですが、ランダムである程度の効果が現れるようになっています。ヒットビー、フラフラ、ネル、スロー、お花、キノコなんですね。フラフラになりましたね。こうなったら先のギガフレアからの横スマッシュなどで蓄積ダメージ 0% からの一挙撃墜なども狙えるわけです。お花はダメージが大きくなります。普通に食らうよりもさらにでかくなってしまう。そんなに言っちゃいましたね。これはキノコ、あーキノコは怖いです。突然キノコにかかると復帰しようとして反対側に行ってしまいますから、これもまた蓄積ダメージ 0% からやられる可能性のある技ですね。などといろいろアドリブ性が求められるスーパーノヴァ、お楽しみいただければと思います。ところで、ブースーパーの切り札にも手を入れました。それも超級無神火山バージョン5です。ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンに登場し、合体拳を分離させる技ですね。攻撃力など性能は奇数カラーと全く変わらないものになっています。なおご存知かと思いますが、クラウドの偶数カラーには袖ありと袖なしがあります。まあこれも原作ファンにはおなじみのものですね。次にステージのご紹介です。北の大空洞というステージを作りました。ステージの形状自体はシンプルにしましたが、背景がストーリーを追うようになっているんですね。これなんと FF7 の終盤の展開を含んでしまいます。なのでこれネタバレを見たくないという方は回れ右をした方がいいかも、いやしなくてもいいかも。何しろ20数年前のゲームですからね。まあそれにあの新しいリメイクでこのようになるとは限らないということなので、え、まあ見ていただければ幸いです。それでは参ります。北の大空洞、ファイナルファンタジー7で最終決戦が繰り広げられたところです。約束の地、そしてユニオンの終着点ですね。火口のような北の大空洞を俯瞰し、そして高級な特殊エンジン化したハイウィンド第二形態も存在します。セフィロスが星を滅ぼす黒魔法メテオを発動しました。それを阻止するためにセフィロスを倒し、エアリスが決死でかけた白魔法ホーリーを解放するというのがパーティーの目的です。星の体内にどんどん降りていきます。原作にもこのように段差のようなところがありましたね。ぴょんぴょんジャンプしたりしましたけれど、北の大空洞は2000年前にジェノバが落下したところと言われています。そしてその後古代史に封印され、神羅に発掘された箇所です。この辺りはリシディア・ファイナルファンタジーのステージに採用されたこともありますね。ジェノバ、シンセシスと戦った場所を彷彿とさせます。基本的な床もこの辺の床を参照しています。そしてこれが封印されたホーリーです。ホーリーが発動し、そしてパーティーは脱出を図ります。ゲロー、そして眼前に広がるメテオ、そしてホーリーが飛び出しメテオの阻止に回ります。ハイウィンドはここでそこに第三形態になっていたりします。しかしホーリーが発動するのが遅すぎたと言われてますが、メテオを止められません。そこで星の力であるライフストリームが湧いてきて加算するという、こういうお話を追うクルーズステージというのは今までになかったかもしれません。お楽しみいただければと思います。それでは実戦に移りたいと思います。今回は勝ち上がり乱闘をやってみたいと思います。本気度は一番高くして始めます。なぜかというと、これボスラッシュが楽しめるんですね。歴代ボスがいっぱい出てきます。まあもともとボスキャラらしいセフィロスだからこそ、そういうボスラッシュというのは合うんじゃないかなと思って入れてみました。だけど当然手強いので気をつけなきゃいけないですね。最初はリオレウス、
しかしつくづくなんてゲームだ。いいのかこれは。まあレウスですからね、すぐに飛んだりとか逃げたりするのが合ってるんじゃないかな。尻尾くれ、尻尾くれ。でもその前に面白いもの拾ったな。投げちゃった。That's what I'm saying. 落とし穴。He's walking with this nigga. He's just like, I'm Sephiroth, nigga. いて。Every time Sakurai does this, it's just like, man, my man really enjoys his own game. しっぽやりましたね。You can tell he really loves the game. セフィロスの最後のとどめがタルって。はい、次ガレオムです。スマブラ X を放送させますね。音楽も懐かしい感じ。まあまあ、そんなに怒るのはやめようよ。そうなんだ。お、ちょっと食らっちゃった今。あ、握られてますね。まあまあそんなに怒らない。怒らない。真っ赤じゃないですかもう。はい。 Damn, look, he got that shit down bad, bro. He been playing the shit out of this classic modeWhy slow walk away too? はい、ちょっと怪奇物っぽい、怖いと言われてるマルクですが、このキャラ本当はもっと怖かったんですよね。This character was 年齢推奨制限で引っかかっちゃいました。 He wasn't suitable for all audiences? What the fuck did they do to him? しょうがないから迷子にしてみたんですけど、個人的にはもうちょっと怖くしたかった。魔界植物かな。 I wish we could have made him a bit creepier. Yo, what the fuck was he looking like?No, he was eating babies and shit. What was he looking like, bro? Is that it? Oh, what the fuck? 自分が割ったんじゃないです。 Oh my god. No, yeah. I mean, I'll look that character up later.おっと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 、危ない。ああいう血管表現とかが特に怖いって言われてるところですよね。今のはちょっとキモい。あ、次次。あ、惜しいな、パーフェクト取れてないな。次、ドラキュラ伯爵です。一番最初の伯爵状態だと。なんだ伯爵状態って。頭にしか判定がないから、そこは気をつけなきゃいけないですが、見ての通り、ウエスマッシュとかで当たりがあるから、それはジャンプするよりも楽かもしれないです、ね。ここはつまりチーズ。He's like, I know my game, nigga. I know my shit.That was the epitome of this game. He said no need for a Yeah, and then he got hit and he said, "Damn, maybe I should have did that." This boss is damaging a single hit with the fucking B attack. That thing destroyed that. Yeah, Giga Flare is stupid.スマッシュ横とかをうかつにやると全然隙がでかくて反撃食らっちゃうんですよね。気をつけなきゃね。本面談みたいな。いかんね。またやっちゃったね。なんとか片横は出ないで済みましたね。いや、出してもいいんだけど、むしろ出した方が。次、魔王ガノンは戦い方をよく考えないといけないですね。何しろあの光ってるここにしか判定がない。いや、判定はあるんだけど、他がみんな全身無敵になってる。まあ無理せず行きましょう。チャンス、止めちゃおうかな。痛いだろう。He's really gonna feel it out. Oh, come on. What the hell? よしよし。これどう？あ、You get the match? You get the. よしよし。He literally snapped me.
He walked off screen. That man came up on him like it was West Side Story. 次がクッパです。スマブラデラックスみたいな。やっぱり攻撃が思ったよりも広いので何とかしなきゃいけないですね。ハットを一戦で抜けてみたりして。まずい、ここまずい。危ない。ああいうことをしていちゃいけないんです、本当は。That's what I was thinking, because he did it to one of the bosses. 掴みがありますからね、この人。結構周りが広いよ。Not strong enough. 届かないしね。Oh my god. まずいね。結構当たってないように見えますけど、もうあっという間に真っ赤でやられるなんてことありますからね。おこれも良くない。ちょっと届いちゃう。The flare seems really quite good. Oh, it is. That's just is really nice. Especially get the flare. 国門 How did he do that? 本気の 9.9 いっちゃいました。Oh, they're on his stage too? はい、マスターハンドとクレイジーハンドです、それが北の大空洞でなぜか戦うというこれは最初からまずいね。This is coincidentally. ピュッと、yeah. Oh, you scared of Mash? まずい。 That's what I was saying before. That man's mashing, mashing. Oh, he might lose this. Oh, no, he's getting smoked. Hold on. もう6人ダメージを与えていないのにすでに蓄積ダメージが。 Yeah. Oh, he's not. Crazy Hand is not playing games with him, bro. このアングルを小さくされるのとても危険。We're gonna have to see what the percent threshold is on that counter. できれば。Oh my god, double stun. Oh, how much is this gonna do? Oh my lord. He's in one winged mode right now. ついに偏りが出てしまった。まずい。これはまずい。He's been in winged form for a while. Was there a like an indicator on him whenever? No, I just noticed that he had it at like 80.It's just a small animation, it looks like. That boy really stressed his finger. I forgot he does that. Cause like every, it's kind of weird. Cause like it feels like every other character they've done like some type of visual animation or icon or something. Like I didn't notice it. Oh, you know, best black smoke. Best black smoke. Was like, yeah, let's go. 今捕もうとしたね。Oh, okay. It's like the bit rate is so bad. I can't. Yo. No, he put in mad work. Is that one take, Dr. I? Was that one take? Oh, he had a room full of people. It was definitely one take. That's one take, Drake. 本気度 9.9 のまんまでしたが。First try, yo. お疲れ様でした。ボスラッシュモード楽しんでいただければ幸いです。次に楽曲のご紹介です。楽曲のリストはこちらです。新たな曲は9曲が追加され、FF 曲がなんと11曲になりました。うち4曲がアレンジで、いずれも聴き応えがあるアレンジになっています。これらリトガルステージにも追加されます。今まで FF 曲というのは2曲だけだったんですね。それをして机にさんはケチだというような話をする人もいるかと思うんですが、それは違うんですよと大きな声で言わせていただきます。やっぱりですね、例えばキャラクターが何かのゲームに全部コラボするという時にも曲なんて一曲もないっていうものの方が多いじゃないですか。世界で全て問題ないようにプラスを取らないといけないですね。まあ中には一社でちゃんと取れるものもありますが、複数の会社にまたがっていたり、国によって全然違ったりということを権利をみんな解決して実装しているんです。だからつまりスマブラがちょっとおかしいということで、認めていただければと思います。さて肝心の配信日です。12月23日に配信予定です。これはクリスマスウィークですね。ファイターパスボル2があればそのまま受け取り可能、単体でも購入可能です。ところで毎回スマブラに新キャラを加えるというのは本当大事なんですよね。だけどファイターが多いだけにファイター選択画面では多数の中でどうやら漏れてしまうんです。これで良いのだろうかと思いました。セフィロスはボスだからボスとしての強さにスポットを当てたいと思いました。そこでこれを見てほしいんです。 What? Sephiroth challenge?
You know you have clout when you have your own game. Bro, your what? Own a separate he's going his own game mode? He got clout. That's clout. Yeah, what that's is clout. This? Oh, bro, he's the fucking dude, bro. Boss としてのセフィロスと戦える期間限定出演の特別なモードを用意しました。これを倒すことができれば、先行してセフィロスと北の大空洞ステージを使うことができます。イージーノーマルはそこそこにするけれど、ベリーハードはかなり難しくする予定です。本当は最初に選んだ難易度をクリアできなければ、正式な発売までセフィロスを先行して使えるようにしないつもりでした。ベリーハードを選んだ人にはそれなりの試練が訪れる。だけどハードすぎるかなと思い、さすがにそれは取りやめました。セフィロスチャレンジの配信日は12月18日から12月23日10時までの予定です。Well, this, もちろんセフィロスを買っていないと出現しないので、これもご注意ください。さまざまなアスレートは本配信の23日に行われます。 2T クラウドに超級武神ハザーバージョン5が追加されたけど、これも23日から。Why would they do that? できれば楽しいと思い、セフィロスチャレンジを考えたけれど、実装には思った以上の手間をかけてしまい、スタッフには申し訳なかったですが、この5日しか出ていないモード、できればいろんなファイターやいろんな攻略でベリーハードクリアを目指していただければと思います。確かな手応えがあります。ボスとしてのセフィロスの強さ、楽しんでいただければ幸いです。Okay, well, we're definitely putting that shit on easy. 大戦場終点において全局抽選と俺局セレクトから抽選方法が選べるようになりました。全局抽選とステージセレクトからの選曲は全てのステージ曲が対象になります。俺局セレクトでメニューを切り替えると、戦場なら戦場の俺局セレクトの中から抽選されます。あとゲーム内でご紹介することができなかったので、セフィロスの勝利画面などを出していただきます。こちらです。That's fucking dope, bro. That's ODThat's OD, bro. And then he walks into them. That's OD. That's fucking dope. In the game. That's actually godlike. He's that nigga. He's that nigga. That's the best one in the game. He really walks into the place. 以上でセフィロスのプレゼンを終わりたいと思うのですが、今回本当に収録に苦労しました。何せ機材トラブルがありましてね、どうも音響とかにノイズが混じるんですね。もしもうちで自宅配信の時にこのノイズが混じっていたら、配信できなかったんじゃないかなと思います。確認できるっていうのは大事ですね。そういう意味でスタッフさん、本当にお疲れ様です。というわけでお開きです。どうもありがとうございました。You don't have to beat the very hard mode to get him, right? No, you just have to beat easy. Oh, okay. Well, then I'm not touching that shit. Yeah, people are definitely going to cheese him. You know, that shit getting skipped. This nigga is so cold. That shit getting skipped immediately. We're going straight to very easy. Unlocking him, getting out of there. That was so good. I feel like they should have. I mean, I guess all the damn casuals wouldn't have been able to beat him. That's kind of insane. But fuck him. All right, chat. 20 minutes. We about to be Sephiroth's ass, man. All right, you guys have fun.